麻生副総理のナチス発言に続く失言です。自民党の溝手参院議員会長が今回の参議院選挙について差別的な表現を使ってバカでも通る要素があると発言しました。溝手氏は自民党が野党だった去年、総理大臣に返り咲く前の安倍氏のことを過去の人と言ったり、当時の越石民主党幹事長をぬえみたいと発言したりして物議を醸していました。中継です。はい、安倍政権を支えていくことが最大の課題と抱負を語っていた溝手参議院会長ですが、就任早々の問題発言に波紋が広がっています。安倍総理のように大変勢いのいい総理のもとですと、もうバカでもチョンでも通るというような要素があることは、これは否定できないわけです。新人議員に向けた挨拶で引き締めを狙ったものですが、結果的には反面教師となりました。溝手会長は昨日直ちに発言を撤回していて、自民党幹部は長引いたら大変だった、撤回したのは良かったとして幕引きを図っています。秋の臨時国会での本格的な論戦を前に、見え隠れする緩みが安倍政権の足元をすくうことにもなりかねません。